アモンと加藤だと井上の先読み、やったー、出た、初めて前に出た、いいぞいいぞいいぞ、開けまして、いいね、おめでとうございます、いいね、ハゲてるね、すいません、ハゲてるね、初日の出、初日の出ありがとうございます、開けましておめでとうございます、おめでとうございます、新年なんですが、はい、なんですが、はい、新年なんだけど、今回なんと、最終回でございます、最終回いいね、いや、どうしたんですか、今年の関口は違うね、いや、どうしたんですか、すごいね、一番静かだったのに、本番前はプロです、プロです、プロですね、オンオフがあるタイプだ、ギアを上げるタイプですね、僕らも最近聞きましたからね、そうそう、この最終回というの、最終回、全然12月の放送では終わりともいなかったんですから、いろいろな都合で、良いお年をなんて言ってましたからね、最終回、でも、あの今月できてよかったね、あ、先月、ね、気づいたら最終回だったっていう、まあ、なんか温情で1回やる、うん、そんなことありますか、理由としましては運営会社の都合でということで、いろいろね会社の形態が変わるみたいで、まあ、そうですね、とりあえず最終回ということなんで、事情仕分けに残れなかった、はい、蓮舫さんいる、ここに蓮舫が、北千住の蓮舫が、北千住の蓮舫厳しそうだな、めちゃめちゃ、表向きはそういう理由になってますけど、僕はもう一つの可能性を記事してまして、何でしょう、その運営会社の社長さんが田村ファンで、そのタムロスからさすが蓮舫さん、前回の結婚スペシャルが引いた、結婚スペシャル響いたんじゃないかっていう、いやいやいや、前回ね、1時間ね、1時間のろけてたからね、のろけてたんで、やっぱり毎回さ、違う、のろけてたっていうけど、あなたたちがいろいろ聞いてくるから俺が喋っただけで、似顔絵まで描いてね、俺もさ、俺が描いたわけじゃない、描けって言われたから描いただけで、頼んでもないのに急に笑顔になって、いや、本当に見てくれって言ってね、いや、何をしてるんですか、こう言ってますけど、あのね、まあ、あんまり自分からは言いたくないって言ってるんですけど、うんうん、いざこのなんだろう、ライブとか、うん、あのフリートークになった瞬間に、うん、自ら話しますから、いやいやいや、なんだかんだ言って、いやいやいや、なんだよと、田村ファンがいるからね、気になるでしょう、うんうん、はじゃない気になるだろうと思って、俺はよかれと思って、よかれと思って、ごめんなさい、ごめんなさい、そうそう、ファンサーですね、ファンサービスありがとうございます、ファンサービスよ、ありがとうございます、心苦しいんだよ、笑いもない、いやけどあんまり言うと、羽生さんみたいなことになっちゃうから、本当にお相手の女性に、そうそうそう、そう、過激、強火のタムファンがちゃんとね、タムラ推しからの顔バレもしてるからね、顔バレしてる映ってたからね、ガラスに、そう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 、だからね、そういうのもあってね、いろいろありましたけど、そのせいでの終了かもしれないし、ね、もう一個考えられるのは、僕が40歳になったので、はい、全員40歳になったわけじゃないですか、あ、なりました、ついに、やっぱりあの桜学院と一緒で、あの30代を超えると卒業っていう形で、その桜学院は中学校卒業すると卒業っていう、稲田くんが言ってたんで、いやいや、ちょっと待って、あんまりピンと来てないんだよ、3人とか、桜学院、ちょっとごめんなさい、そうなの、まあ、稲田を下ろしてボケてますだいぶね、だいぶおっさんになった、うん、だって始まったのが2016年ですよ、そうなんですよ、7年やってますからね、そう、33歳の頃にやってますからね、本当にあのね、鬼滅でも7年続いてないですからね、鬼滅越えです、鬼滅越えなんです鬼滅の刃も確か安全漫才の後にこの番組できたのかな、そうそう、安全漫才が忙しくなっちゃって枠が空いたからってことで仲が良かった僕らが引き継ぐみたいな、そうそう、その安全漫才が解散しましたからね、はい、まだね、まだ解散してない、まだ解散してない、安全漫才はもう一個次のステージ行ったのに僕らはずっとここそうそうずっとここ売れらんなかった7年で7年でエーデルも解散しちゃって解散しました、うわ、アラポンがコメントくれてる、あら先輩方長い間お疲れ様でした、あらすごい、ちょうどいいコメントのタイミングって言ってくれてる、アラポンありがとうなんか本来ね、なんかあ、これ伝えたら、あ、僕も行こうかなって言ったんですけど、さすがにちょっと九州からは厳しくないって言って、九州いるんだ今、あ、営業か、九州からコメントくれてるんだ、みやぞん来ないかな、コメントねえアカウント持ってんのかな、いや、わからないこのアカその持ってるか知らないです、ね、ありがとう、ありがとう、アラポン、いや、7年ってのは本当にいろんなこと起こりますよ、いやいや、本当にいろんなことあったね、また結婚の話する、いや、いいよ
で7年でも一番最後のやつだから先月の話なんだよ俺のライフイベントとしては結婚しかないんですよライフイベントとしては僕らがライフイベント持ててなくてライフイベントとして7年の一番最後の月の先月の話だからあんまりセキキャンのファーストキスの話とかないちょっとまだないまだ入荷してない仕事上はあるんだけどねビジネスはあるビジネスはあるんだ7年でも最後だからねまあ解散とかね、うんそうそう会社田村いい加減にしろよって新たにいやいや違うよやめろ合ってるよだから解散とかもあったけど僕も解散しましたからねそうそうそう、うん、解散とかもあったけど、うん、あのテレビとかもあの、まあまあね、エーデルが出た次の週俺ら出たあそうそう、ね、新食感新食感あはいはいはい、はい、それすごかったよねあーあったね1ヶ月の間にテレビを2回こ うテレビの話が2個入るってい う新食感って番組でエーデルが出たのよその次の週俺らが出たのそうそうそうああすごい先読み、ねうん、テレ東選挙先読みメンバーメディアジャックメディアジャックあの時ね、すごいすごいゆるりときたメディアジャックあそこにねあのちゃんもいたんだよねだからそうそうあのちゃんもいたそうあの時売れる前のそう、うん、ただ僕らをやった瞬間に嫌いって言われたそうそう俺覚えてるわマジで大声がうるさいっていうそれでお正月番組出てないから今日 NG もらってんのかなあのちゃんいたけど確かになんか、うんもう変な子がいるなぐらいのイメージだったもんねでもあん中でやっぱりちょっと確立してたねあの時点でもうすでにキャラクターみたいな何年ぐらい前ですか新書館5年ぐらい前5年ぐらい前か5年前かけど僕と稲田くんは結構アイドルとか詳しいからもうあのちゃんだって2人になったあ知ってたんだ、うん、すごいアイドルファンの中でも有名だったから、俺らも変な喋り方するやつがいるぐらいしか思ってなかったよ思ってなかった、ね、向こうもそう思ってるよ聞いてかないのかよ変な喋り方はしてないはずなんだけどなそうだからねあのもっとへこへこしとけばよかったね仲良くなってねそうそうそう仲良くなって、うん、それはねなんかメディアでしたよねメディアそうですね関ちゃん7年半の印象に残ってることありますか7年半の印象やっぱりね毎回毎回そんな変な人もやっぱねこう一回一回こう力入れてからね、もうその、うん、な振り返ることがない思い出がいっぱい絞り出せあっぱれすぎてもう絞り出せいやあるのか結局うんいやあるのかいってあるけもしんないけどあのちょっと今はあのお時間いただきますって感じこういう質問が来る想定させないいやだからエーデル解散とかもあったからねいや解散を、うん、あのこの番組で発表したのそうそうそうああそうだけどスマートブってあの前の告知とかで言わなかったのに今日大事なこと言いますみたいなスマートブってせいで誰も見てないそうそうそう誰も知れ渡らない解散報告だった、ね、そうそうそうだから今回は早めに最終回ですって言いましたちゃんともうエーデル解散の二の舞にはならないようにそうそうそうノーモアエーデルそう稲田君も呼んだんだけどね、うん、そう呼んだんだけど来れなかったですね、はい、あ33ジェイさんからこんばんみーとあっじゃあってことはアラポンとビビる大木さんが見てくれるビビる大木さんと仲良しだからアラポンと仲いいからね一緒に見てる可能性ありますよ全然あるよありがたいねでアラポンから関口いい加減にしてよっていう何のいや今のだよ今のだよタイムラグあるからタイムラグあるからずっとずっとだよずっとだよずっとだなもうしょうがない、うん、僕が印象に残った回はあの結構最近になるんだけども、うん、あの基本2年前ぐらいのお正月ぐらいに、うん、あの井上くんと、うん、あのウニレンジャーさんが乱入みたいな感じで、はい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 、2人とも酔っ払ってて、はいはいはい、あの回の酔っ払い具合と、はいはいはい、で酔っ払ってるから俺突っ込んでたけど酔っ払ってんなって突っ込んでたけど俺もその前に飲んでたってのはそうそうそう実は黙ってたって隠しだったねそうだったっけなんかブレるからそう5人いたよね、うん、俺いたよね5人じゃないですか5人だよでそうそうそう関ちゃんいなかったいた関ちゃんいたあいたいたいた、うん、そうそうちょっと遅れて乱入みたいな感じでいや遅れてはないあの間に合ってましたけど、うん、そうだ50分後ぐらいに最初来て、うん、そしたらなんかあれもう一人違う声が聞くなと思ったら川田さんがバーッと入ってきて最初お客さんとして見に来てて入っちゃいましたそうそうそう出てくださいよっつってそうあれめちゃくちゃだった5人中3人が酔っ払ってたすごい回だね、うん、あ今思い出したあったあ出たった印象的な回あった回というか、うん、なんかこの、先読み始まる前に、うんその前の放送かな分かんないけど、うん、なんかその謎解きやっていきましょうみたいなのあったじゃん ありましたあったんですよ分かんないよエーデルワイスにそうそうそう僕が結構謎解き好きだからプレゼンしてたのよね、はい、で、秋葉にその謎解きのなんかブースっていうのかな、うん、あるから行って、うん、
そこのそのトークをして向かいましょうみたいなのあったんだけど、そうそうそう、謎解きそうかやっ、そうそうそう、お昼にやってそのままの流れでその話をしましょうっていうのでやって、俺もね最初すごいノリノリだったんだけど、うん、途中からなんかもう解けなさすぎて、そう、嫌になっちゃって、もう途中から俺もうもう誰か早く終わんねえかなっていう退屈な時間であったのを覚えてんのよ。そう、なんかね、施設の中をあのいろいろ巡りながらね、そう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 、そう、次の謎解けたらここ行けみたいのをやりながら、こうそれぞれ4人バラバラにやってたんだけど、俺以外がほんと下手で、いや違う、あれね、むずすぎる、クソバカで、みんな、いや、むずすぎる謎解きはね、慣れてないとあれむずすぎる、途中から俺の後をゆっくりついてくる解けてないけど俺の後をついてくる、そうそうそう、でみたいな、だって俺と関口さん1問目からちょっと教えてって特技ないじゃん、そうそうそう、いやだからそんぐらいむずかったんだよ、謎が解けなすぎて、これが間に合わないかもって、そうそうそう、結局クリアできたんだ、いやしてないんだ、してない、最後俺がバーって急いで解いて向かってる途中で完成するみたいな、なんかそうそうそう、そう、それもやったな、いやけど面白かったね、面白かった、謎解きむずかったよ、みんなで遊びに行くの面白かったね、だからポイントマンが入ったのは2年前ぐらい、うん、3年前、3年前、 3年前だからエーデルの解散のちょっと前ぐらい、うん、そうで、まだ解散してなかったんだっけ、解散してたんだっけ、まだ解散してない、解散して、はい、でそっから3年、今やもう炎上芸人として炎上芸人じゃないよ、お客さんも来ていただいて、知ってますか、井上炎上、井上炎上炎上じゃないよ、松本さんか井上と、今その今なんだよその二大巨頭、二大巨頭、炎上といえば、い全然違うよ、やめろよ、みんなが興味あるから、ね、また炎上すんだろせっかくちょっと時間設けるんで一人で喋りますか、いいよ、なんで謝罪しないといけないんだよ3人出てくんだよ、いいよちょうどスーツも着てるし、ちょうどね、こんな感じで謝るんじゃない、弁明を求めるんだよ、一切こっちは悪くないんだから、そうそうそう、いや12月の9番ぐらいですか、そうそうそう、うん、ある番組出て、うん、である番組というのは、まあ言ってもいいですけど、まあ言うてもぼかしとこうか、ぼかしとこうか、まあまあ一応、まあ、まあそうそう、まあそれで、報道番組ですかね、報道番組で、うん、東京都の助成金はすごいと、うん、はいはいはい、中でも港区の助成金はすごいという特集だったんですよ、はいはいはい、で僕は都営住宅ですけど、うん、港区に住まわしてもらってるわけですよ、うん、だからあのオファーいただいて、うん、で出たわけですよ、うん、で収録、うん、で自宅収録 で、うん、でそれでやって、終わって放送されたのが、うんうん、助成金をもらって2年に1回ハワイに行ってるって放送されたんですよ、ああフェイクニュースに近いよね、いやそんなのしたらそれは炎上しますよ、そうそうそう、めちゃめちゃ節約してお金作り出してるのに、そうそうそう僕さ最後にハワイ行ったのが2018年なわけですよ、うん、でその時点でまだ助成金もらってないわけ、うん、でポイ活とか節約をして2012年から18年の6年間で6回行ったわけですよ、うん、ハワイに、すごいよね、でそれちゃんと収録して言ったんだけど、うん、もう全カットで、うん、助成金もらって2年に1回ハワイ行ってるみたいになったわけですよ、それはもう本当に炎上する、それを誰かがね動画を切り抜きみたいに、そうそうそう、 SNS に上げて、そう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 、こいつやばいぞみたいな盛り上げ方されて、そう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 、でしかもそれとはまた別の人がこの切り抜き動画の URL を貼って僕の X のなんかリプライみたいなところで、うん、この動画の件についてどう思いますかって言ってきた、うん、まずあれ来た、そうトップされた、あすごい、でもまあまあ有名になった証拠だよね、まずでもこの動画が不正じゃんまあ確かに切り抜きだし、ね、まずお前がどう思うんだよ、違法アップしてるわけだから、そう本当に腹立つよね本当に、いやでもこの3年でさ、うん、そこまで上り詰め、一番上り詰めてるよね、上り詰めてないよ、いや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 、その3年前と比べての話よ、うん、まあ3年前は炎上してなかったかもしれないですけど、そうポイントの、うん、炎上もできないんだから、火もこせねえな、こうやってやれよ、そうだよ、俺の結婚でもやっぱ300いいねが限界だったよ、あでも300いいねはすごい、300いいねもあったんだよね、そう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 、うん、でもこれあの悪いことばっかじゃなくて、うんうん、やっぱ炎上する陰では応援してくれてる人も結構いて、うん、だからフォロワー増えたりとか、うん、あとは僕の電子書籍を買ってくれて、うん、それも全部読んで、うん、井上ポイントさんは節約ポイ活とかすごい頑張ってる人ですみたいな、うん、ブワーって書いてくれ、読んでくれた人がいたんだ、で全部そのこの、うん、そのまずこの、炎上した映像に対して、うん、この方はそうじゃないです、ちゃんとブワーってすごい長く書いてくれて、それも何千リツイート、うんうんうん、リポストされてて、うんうんうん、でそれもちゃんとされてたからよかった、だから別に炎上も、うん、あの悪くもない、よしクゾみたいに言うな、悪くもねえよくもねえじゃねえのよ、うん、であと一個が、うん、あの僕2002年に高校卒業したんですけど、うん、それ以来連絡取れてなかった人から DM が来て、うん、井上くんあの芸人やってるんだねって連絡来て、うん、でちょうどいいことに、うん、今年4月1月の13か4に、うん、僕ら40歳だから、うん、
あの同窓会開く、でっかい同窓会、はい、学年全員の、うん、でその連絡をだからちょうど取れてなかったから、うん、取って、うん、あの同窓会あるよって言って喜んでくれて、うん、だからあの炎上も悪くない確かにね、確かにね、お笑いだけやってたら届かないところまで届くっていう、そう、ね、すごいじゃん、炎上してこうぜみんな、いやいやいや狙いに行くもんじゃないから、ヘイトヘイトダメなんだよ一番あでもそれじゃないけど去年か、うん、ラグビーのワールドカップあったじゃないですか、うん、で日本対イングランド、かな、うん、の次の方、終わった次の時間に、うん、金のつかみっていう番組が、はい、僕にそれは出てた、はいはいはい、ね、で滑り台のやつ、あ、そう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 、そこに出て、そしたらもうすぐです、その放送が終わったすぐぐらいにもう何十年ぶりかに中学生からの LINE が来て、その中学生から LINE が来て、中学生から、それ見ず知らずの中学生じゃないの、中学の、何十年かぶりに中学生から来た、違う前にも来たわけで、何十年か前にも中学生から来て、何十年前、まだ1歳の子、その子が1歳の頃からタイムトラベル1歳の頃に1回 LINE くれたんだ何十年ぶりかに中学生の同級生から中学校の同級生ね、やってるんだっていうのが来て、なんかそこから結構みんな集まってくれて、やってるんだ、すごいすごい応援してますみたいなの来てて、あ、やっぱテレビの効果ってまだ衰えてないなっていうのを感じた今日この頃でした。エッセイ出したね、確かにね、あ、五郎あれパパ活でもしてたのかなって、いやだから違うんですよ、そうなんですよ、ポイ活をしてたんですよ、ピー活やってたんですよ、いやピー一緒だけど、まあ、確かにピーは、ピー活で稼いだお金でハワイにね、いやポイ活ね、ピーと行ったんでしょ、ピーに連れてってもらったでしょ、ピー、いや違うんだよ、パパじゃないんだよ、パパ活じゃない、ポイントね、うん、ポイ活で行った、ポイントで行ったんですよ、ゴロあれちゃんとみんなコメントくれてますね、なんか今日はすごいです ね、 ね、お客さんも来てくれてるし、ありがとうございます、いいですね、うん、ね、ちょっともしかしたら続くかもっていう話もあるんですけどね、運営会社がちょっと冷めちゃうんで、まあ、黙っときましょうか最終回感じで最後泣きましょうか皆さん、はい、いやだからそういう意味では7年長いね、長いよ、だってまだ映画とかも撮ってなかったでしょ、撮ってなかった、なかった、ああその片鱗もなかったな、ね、片鱗も片鱗はあった、映像とか動画でバズる前か どっちかね、バズった、ああ、ね、はい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 、バズってる最中か、まあ、バズったのもこの時だったかもしれない、いや、うん、それは多分覚えてる、うん、その時で、それで確か、内外出たんだっけ、うん、だからね、内外とかいろいろ取材受けたりとか、そうあ、だからマジで何本映像やる前だ、そう、うん、で今じゃもう映画何本も撮ってるしね、映画何本も撮ってるし、ね、ショーもミュージックビデオも、そう、うん、いや人生変わったな、いや変わったわけすごい成功者みたいな言い方してる、いいとか悪いとかじゃなく変わった、まあ、変わってはいる、変わった、遠いとこに来た、思い描いてる感じじゃないけど、うん、いや7年半前に思ってた自分じゃ全然ないけど、いや分かるよ、だってポイ活なんかやると思わなかったでしょ、いやポイ活はやってたんですよやってたもう何年も前からやってたんですよポイ活は、それがあの仕事になっただけで、サザエさんのじゃんけん続けてると思ってなかったっしょ、いやサザエさんのじゃんけんはもう16年ぐらいやってるずっとやってるのよ、あれ天気予報は、天気予報はもうやめちゃいました、途中でやめたんじゃない7年半の間でね、そうそうそう、あ、明日のサザエさんがちょっと見ものなんですよ、え、本当ですか、そう、サザエさんって年始一発目のサザエさんってもう何年も長期なんですよ、絶対、ああ、そっかそっか、放送変わるって言ってたよね、そう、で長期なんだけど、うん、その3連続同じでっていうのがあんまりないんですよ、ほうほうほう、でも今チョキチョキできてるんですよ、なるほど、あら法則がぶつかってんだ、そうだから明日はどうなるかっていうのがちょっと今見ものです、おすごい狭い界隈で盛り上がってます、すごいな、サザエじゃんけん界隈で、そうどうなるかちょっと楽しみどうなると思う、いやまあ僕はチョキでいくと思います、どっちに貼った、チョキで貼った、グーだします、すごいね、でも映画とかももう賞取ってんじゃん、うん、今年も撮るわけでしょ何本、そうです、あのだから去年 の、 あの1月の今年の目標みたいな話した時に、はいはい、あのグランプリを撮るみたいな、撮ってなかったから撮るみたいなこと言ったら3月ぐらいに撮れて、もうそっからダラダラしちゃった、ゆっくりしちゃった目標クリアしたから、目標クリア、いや、あのダブルブッキングの川本さん、わかります、わかりますよ、が映画監督やってるんです、あ、そうなんですね、で結構芸人も出てて、川本さんの作品が海外でめっちゃ賞取ってんの、でもちょっと分かんない、すごい賞なのかも分かんないんだけど 2,30 個取ってんだよ、だから海外持っていけば、そういう映画界隈でもその話にはなってて、で海外って
あの出したら全員票もらえるコンテストがいっぱいあるそれかもなみたいなことは言ってるけど、誰も見えてないから分かんないけど、川本さんけどめっちゃ才能ある人だから本当に面白い可能性あるよね。でめっちゃ撮ってて、うん、でなんか川本さんじゃなくて川本さんの社長、うん、会社の社長仲良くて、うん、で話してたらやっぱそういうの撮ってなんかネットフリックスとかアマプラに持っていきたいらしいんだって。なるほどなるほど。だからカズさんどんどん海外出した方がいい。もう出そう本当に。ああ出そう出そう出して。で俺らいつ使うの映画こんだけずっとやってさ、関口ちゃん出てるけど俺と井上なんて一言もおはないよ。井上さんの息子は使ってます。そうね。まさかのまさかの息子が。いやいや俺ら何か使ってくれよさすが。俺特に俺あなた全く声かけないのよ。俺だけちゃんと7年半見てきた俺が関口だけ使ってる。どういうことか分かってくる。いや分かってくる。いやだからその本筋にさ関係ないところで出せるじゃんねえ俺らで。井上演技できないじゃないですか。演技できるよお前、うん、お前ドラマ見てないの？だが情熱はある見た見た俺と関口の演技を、もうやってたわ。見たよあの演技を見てないのかよ。見たよ見たよ。あれ演技じゃないでしょ。ケータリングとか変なタイミングで食べそうだから現場の空気を壊す可能性あるから。ケータリングのタイミングは俺に決めさせてくれ。食うから別に。いやだから使そ本筋やっぱ浅い企画だな。気候が目立ったんだ。いや和を乱す気候が目立ったんだ。いやいや本筋じゃない現場でチームワークいやいやそこまで和を乱す人間じゃない。気候があるだけで。そうやっぱ初めてのドラマだからね、うん、もう全てが新鮮に感じてたもん、うん、同じ場面なのに、うん、これもう一回撮るんだこれもう一回撮るんだって。関谷はね再現 V とかでも撮ってるからね。やっぱりね8回とか、うん、8回いやなもう何回もそう角度変えて一緒じゃねえかって言いそうになったけど、五郎さんが怪しい占い師役どうですか。いやこれいいじゃん。いいですね。役じゃないもんね。そ役でもね。違う。そうそう。あのジャガ情熱あるもう役ではないから。ジャガもう。最強漫才師が出てる。広島版のやつかな。ジャケノーっていうから。だよねーの。大阪バージョン。ジャガ情熱ある。なんで俺毎回本人役で出るの。どの役も。田村占い機もありましたね。占い機あった。田村占いどっぷり機も。ああそうですありましたね。あれだから7年前からやってはいった。ギリギリやってた。占い始めたぐらい。そんな前にやってたんですか。やってたよね。きっかけが一回目の放送を見てみたら、最後にこの番組を行く末をタロットで占った。あ、そうなんだ。なんだなんか出てた。だからあんま良くないって出てやめようやめようって思った。番組やめようって7年続いたわ。外れたのかな。外れたのか当たったのか分かんないけど、たださこの番組やっててさ、あの。カトちゃんとかもさ、うん、なんかプレゼンの番組とかも出たじゃん。なんだっけ、カメラを止めるなの上田監督にフワちゃんと俺がパソコンをプレゼンするっていう番組に出てる。はい、なんかあったね。なんかそういうの役立ったでしょ。役立ったそれは。プレゼンうまかったもん俺。その見たら動画、うん、プレゼンは慣れた本当に。そう不正動画じゃねえだろうな。ちゃんと見たんだろうな。不正動画に厳しくなって厳しいナーバスになってる。違法アップロードに。で、あのちょうど先月あの上田監督にそれ以来ぶりに会えて、あの時のままですって会えて。覚えてた。覚えてた。嘘だろ。最初は覚えてなかったけどめちゃめちゃ説明した。それは覚えてない。それは覚えてないんだよ。ほぼ番組の全内容を説明したら思い出してくる。そうなんだ。うん、で会えて。あってなどういう経緯だったの。なんかね、宮崎県にエンタメが不足してるらしくて、東京からクリエイターを5人呼んで映像作品作ってもらうみたいなプロジェクトに選んでもらえた。あ、すごい。県からなんかと延べお菓子か宮崎県の。そう、あ、でもこの間九州行ってたね。なんか2週間延べ岡で暮らしてたのよ。え、そうなの。なんか知らない宮崎だっけ、あの1チャンネルしかないの。2チャンネル民放2チャンネル。すごい。そうなんだ。 M1 グランプリが1月中旬に放送されたみたいだよね。終わった。そうなんだ、うん、そうなんですよ。九州の方はねやっぱマジでエンタメないんだよ。少ないんだよ民放が。九州だから行ってきた。子供部屋おじさんが2週間一人暮らししてきたよ。ああすごい、うん、ああそっか、革命でした。実家から、はい、一人暮らし。どうしたの。まだ娯楽なさすぎてそんなにお酒好きじゃないのに2週間毎日飲んでた。そうなんだ。あと向こうはファミレスがまだ24時間やってる。ああ、うん、ジョイフル。おお、知らない。ああジョイフルね。深夜2時にジョイフル行ったもん。ジョイフル美味しいでしょ。俺、うん、九州だから。お客さん1人しかいなくてさ、こっちこそ休んだ方がいいよと思って。確かに赤字だよね。
そんな仕事やっそう上田監督と会えたり人生の伏線回収が起こってますよ。確かにすごいすごい。そうなんですよ、変わりましたね。だから使ってくれよ、何でもいいよ占い師は。もうちょっと考えさせてください。考える余地ないのよ。オーディションが終わらないから村さんだけ考えるよ。ずっと当落戦場にいるんで。違う俺本戦の役に出たいってわけじゃないのよ。もう友情出演でちょっとあるじゃん。ヘイトで炎上する可能性もあるから思想が過激しないんだよ。ヘイトの役じゃなければいいじゃん。大麻推進派なんで。違うやめろよ。やべえそれ、やべえやべえやつじゃないか。出してくれよなあ、ね、いい出たいよな。いやまあまあ出たいですけど、うん、それはなんで出してくれないのかなと思って。すいませんすいませんすいません。自分で撮ればいいじゃないですか。何を映画を。あ、自作でね。自分が出るやつ。どうやって撮んの。いや分かんない、本当にどうやって撮るの。自撮りで撮ったらいい。違うそれ映画って言ってるやつやばいだろ。自撮りで撮ってて映画です。いやそれか奥さんに撮ってもらえよ。やめろ、ガラスの前で反射で映る。映ってる映ってる映ってるじゃないんだよ。なんだその映画。いや7年半だけど、どう思ってた最初この番組始めた時は。緊張したよ、うん、こういう一応さ、なんかちゃんとこういう放送自分たちのやるの初めてだから。あ、アラポンが7年経って関口さんがやっとアラポンって呼んでくれるようになりました。これは大きな変化よ。え、アラポンって呼んでなかった、呼んでなかったっけ。どういうこと。関さんそれは自分でも感じてる、アラポンって最近呼んでるなと。まあそうですね、うん、あの基本俺本当に名前を呼ぶことがないんです本当に、うん、誰に対しても、確かにねえとかねえとか、うん、あのさとかあのさとか、そうそうそう、そうこなんか、なんかふとした表紙に、うん、表紙に、あらぽんって言った記憶があるんだよね。確かには名前呼ぶ中でもポンとかって恥ずかしい方ではあるからね、そのあらぽんっていうのはね。確かに。そう、もう単純に、ふとした瞬間にあらぽんさ、っていう、なんか言った記憶はある。だからその時無意識だから、自分の中で何かが変わったんでしょうね。違う大げさすぎるよ。基本本当に俺名前呼ばれた。アラポンはこれまで面と向かってはあなたって呼ばれてましたっていう。 あなたさっていう。そうそう、もう口癖本当に、うん、確かにあなたって俺も呼ばれたことがある、うんうん、確かにね、あの田村君にもあなたって呼ぶもんね。そうだ、うん、だから先輩とかは呼ぶんだよね。呼ぶ、全然後輩とか、そうそうそう、うん、なんか同じぐらいの人たちとか、うん、仲いい人の名前でなんかのなんか照れくさいんだよね、名前で呼ぶっていうのが、うん、何かの病気かもしれない調べれば名前を呼べないみたいな、直せるかな。過去にトラウマがあるよね。そうかなんか名前にまつわるトラウマがあるとかね。そうね、言わないね。そんな掘り下げることじゃないと思うんだよ。って、うん、正月はないやってた、なんか。いや、何もしてないですよ。え、白よ。白よ。何もしてなかった。白よ。何もしてない。1ミリも動いてない。いや動けよ、うん。で、息子が水持ってきてこう飲ませて。寝込んでたの。座ったまま。いや、俺、山行ってきたのよ。1月2日に。ああ、すごい。うん、で、2日に。で、当初、うん、9人ぐらいで登る予定だったの、うん、2日だったのが、うん、でまあほぼ全員芸人なんだけど、うん、みんな体調不良とか、うん、あの都合が悪くて、うん、でどんどん減ってったのね、うん、で5人に最終的に4人まで減ったんだけど、うん、あの夢まなこのまるちゃん、はいはい、まるちゃんも来る予定だったんだけど、うん、で登る駅に着く前ぐらいに、うん、体調が悪くなって生理痛か何かって言って、うん、駅に着いて U ターンした、うん、そこまで来たの。そこまで来た、うん、で最終的に残ったのが生理痛って言う必要あった。違う体調悪くなったね。いや本当にそうだ。あのえ燃えるネットのみんなこれでいける。今のでいける。いや事実は抑えてめっちゃ。それ言う必要ない。本当に僕はあのこれね、一昨日、うん、あの捨ててこさんの YouTube 生配信だった、はいはい、でその時も同じ話してて、うん、その時も言ってたわけ。あ、言わなくてもいいのになって今も言わないように面白いじゃない。いいんだけど、で行ってそれで、うん、あの残ったのがその当時残ったのが俺とウエストランドの河本と、うん、
で、河本の娘さんと、あと一般人の方すごいメンバーだね。9人いたのに、それがよくわかんないメンバーになっちゃった。そうそう、1人、美濃さんとか、元マネージャーの美濃さんとかも体調不良とかで、あの、こじらせハスキーの橋爪さんが、バイクが故障して来れなくなった。で、捨ててこさんも体調不良みたいな。めっちゃ呪われてるじゃん。呪われてるの、ね、あれ、あんまり人間しか影響よくない。呪われてんだけど、その、パワースポットであると言われる御嶽神社に行って、そこから登るみたいな感じだけど、選ばれし4人が、今年残ったんで相当運気がいいです今年。けどみんなの守護霊が行くなって言って体調になってるからって、ね、守護霊が弱かったから行けちゃったって。あのね、呼ばれる人が行くんです。ああいうの呼ばれてんだ。そう、それもあれなんだけど、じゃあ河本くんの娘さんが爆売れの花、爆売れの花もしくは一般の方がなんか起業をしてもうするかですよ。それで、その一般の方も、うん、あの転職して、うん、人間関係がすごい会社が悪くなって、うん、転職して人間関係めちゃくちゃ良くなって、うん、給料なんと 1.5 倍になったって。めっちゃ爆運で、河本の娘さん、うん、あのふとしめちゃくちゃダメ人間じゃん、うん、知ってるでしょ。テレビでめちゃテレビそうなんだ、ね、娘さんめっちゃしっかりしてます、うん、まだ1年生でしょ。1年生めっちゃしっかりしてる、うん、だから親を見たのかな。いや、わかんない、あんなにしっかりしてんだと思って、上司的な感じで。そうそうそう、うん、だから田村さんもあるね。あ、今年ある、ね、あるんじゃない。で、それこそあの一回美濃さんと、うん、2年前ぐらいかな、美濃さんと河本と俺3人で山登った時に、うん、で降りたところに神社があったのね、うん、でそこの神社もお参りした時に、うん、あの河本だけ線香を焚いたのよ。500円ぐらい出して、うん、で俺と美濃さんはその500円ケチったのよ、うん、あのいいやつって、うん、で太がその時にこれで俺だけいいことあったらどうするんですかみたいなこと言って、はいはいはい、あるわけねえよって俺と皆さんバーって言ってたのよ。でその年 M1 取ったの。うわーすごい、書いとけよかったなと思って。こういうとこなんてね、こういうところ多分ね、あの炊く炊かないよりもその炊いた人に対してあるわけねえよって、その弁当とかを神様言ったら俺と美濃さん、うん、いやったらなんか小銭もなかったのか分かんないけど、ちょっとケチってたんだよ。炊いた人を悪く言うって最悪の行いをしてるからまだ炊かないならまだしょ、ね、炊かないだけなら神様 もう悪くなかったら、まあ、いいやと、うん、だから今年はいいことあるかなと思ってて、河、うん、本の娘もめっちゃしっかりしてる、うん、で、うん、あの頂上着いた時に、山の頂上着いた時に、うん、あの太があの麓で買ったアルコールまた飲み始めて、うん、娘が注意するとか、そうすっかりしてるね、しっかりしてんのよ、ダメじゃんパパみたいな感じ、めちゃくちゃしっかりしてて、うん、めっちゃ面白かった。だから今年いいことあるよ御嶽神社に呼ばれた俺、楽しみですね、楽しみです、うん、呼ばれる人しか行かなれない、行かなれない、よくわかんないけど、違う違う、よくわかんない、タコ運転になっちゃったけどえ、正月じゃあ行ってたの、その宮崎、宮崎から帰って、あ、宮崎にずっと年末ぐらいまでいて、28ぐらいまでいて、おお、だから宮崎で一人で俺40歳迎えたの確かに誕生日、誕生日が12月23日、うん、でなんかそのプロジェクトのメンバーと仲良くなってみんなでこの40歳迎えるつもりが意外と友達できなくて、なんで友達になんないの、そのプロジェクト、友達にはなったんだけど、みんなね、なんか早めにクリスマスを東京で迎えたかったみたいで早めに帰っちゃってて、あーあーなるほど、なんかもう俺23には俺一人になってて、おー、ホテルの部屋で一人で40歳迎えて、あ、なんかあれやってたよね、あの温泉のやつとか、そうそう、時報を聞きながら40歳に迎える瞬間を見た見た記録して、暗いな、うん、どう40になった、40になるとやっぱ40になったなっていうので、結構遠いとこまで来たなと思ってたタイミングでこの番組が終わるっていうのを聞いて結構なんかね食らったね、これだけ、あーあーそうですか、そうなんだ、なんか本当にね売れらんなかったなっていう、あ、まあ、いつまでも続くと思ってたけどもっていう、ね、いやでも分かんない、今後分かんない、その形が変わるか、うん、変わるかもね、まあ、井上だってそのポイントマンとして、うん、ね、今ちょっと行きかけてて、映画監督も行きかけてて、けどやっぱお笑いで売れたいと思ってたじゃない、その7年前はみんな、7年前はね、うん、僕そんな思ってなかった、思ってねえよ思っててよもうポイントで売れたいと思ってた、ポイントで売れたいと思ってた、あ、じゃあ遅かったんだ、じゃあ遅かった、苦節15年で売れたんです、ポイントで、苦節15年だよいやーね、間に合わなかったなっていう、番組が終わるまでの間にっていう、まあそう、ね、思ったね。
出てないわけじゃなかったんだけどね、テレビとかにね、うん、そうそうそう、何度かこのチャンスとかあったし、頑張ってなかったわけじゃないし、うん、売れるためにいろいろやってたっていうのもあるけども、うん、やっぱえでもやっぱり映画監督として世に出るのと芸人として世に出るのだったら芸人の方が良かったな。それは嬉しいね、やっぱ芸人の方がで、芸人として売れる方が難しそうだなってやっぱ思うし、あそう目指してる人のあなんか多さとか、まあまあ、そうだね、映像関係だったら、まあ、その劇場公開映画撮れるのは一握りだけど、映像で食っていけるっていうのはもうちょっと幅広いけど、あお笑いで食っていけるっていうのはもうちょっと狭いと思うな、目指してる人の割合からしたら、割合的に、うん、だ芸人で食っていけてる人は本当すごいなってやっぱ思うよね。すごいね、うん、確かにすごい。だからこうもっとね重く受け止めた方がいいよ、その番組終わるまでに売れられなかったことに安全漫才になれなかったことについて、さあそうですね、僕らが重くは受け止めてんだけどさ、うん、もう受け止めたところでな、変わるなら今だぞ。いやいつも今なんだよ、うん、いやだからか自分で名言言うのが俺らはまだ続けてるからね、はい、そうそうそう、まだネタとかもガンガンやってるね、アモンの解散報告聞けなかったの心の声なんでここで毎回解散報告するんだやっぱ全員の解散報告聞きたかったよ違う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 続けらんないよ、井上くんのは聞けたけど井上くんは聞けたね、確かにどうした？まあまあ、すごい咳や、すごい咳とね、鼻水のね、ダブルパンチが来てるんですよ。ウイルス持ってる。ウイルス持ってる。ウイルス持ってる。ウイルス持ってんじゃねえか。いやでも感慨深い ね。じゃあ最後のこの番組説明きっと。もうこれ言うことないかもしれないですね。そうですね。あ、こう結局これを、あ、まあ今いいか。いやいやいい。最後こそ一発で決めましょう。そうですね。はい。この番組はその月に起こる出来事は全て僕らが先読み、時代の最先端を行くこの4人が足立区の北千住から放送する公開生放送バラエティになっております。言えたー言えるのかよ。アモンと岡田と井上先読みありがとうございました。いやまだ終わんない終わんないまだ終わんない。ありがとうございました。まだ25分ぐらいあるから終われたでしょう言えましたね、やっぱり。わー、ハートマークが飛んでますよ100点100点100点って100点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 飛んでますよやっぱりね、最後言えたね。最後言えたのこれだから結局これちょっと1年、2年前前ぐらいでは、うん、ちゃんとカンペ読んでても噛んでたからね、うん、読みながら噛んでたから、そう、それが今はやこれですよ、うん、成長少しだけ向上しましたねゆっくりやってこう、さあ、普段は先読みなんですけども、はい、あのね、これから流行るものとかね、この頃未来予想してるんですけども、ね、はい、ちょっと今回ね、最終回ということでエモいことしたいなと僕が提案しまして、うん、1年後の自分を先読みしましょうというね、いいですね、はい、考えてきてもらってます。いいですね、はい、いつもの順番でいきましょうかね、じゃあ、はい、じゃあ私ね、まあ、うん、1年後にその自分の未来を書いてくださいって言われたんですけど、ちょっとね、いっぱい書きすぎちゃって、お、うん、でも俺も何個か書いた。だからこれをだから、あの1年後の未来を予想するじゃん、うん、で1年後になんかこう別にこの番組が終わってても集まって放送できたらいいよね。ああ、ね、クイズ正解は1年後みたいな。あ、そうそうそう、うん、配信をしてとか、うん、ね、稽古場でもいいし、うんうん、北千住もそこね、大学の前ちょっとスペースあるから、そこでやんの。ここはもう廃墟になってるかもしれない。廃墟に建物の中でやらせて、ね、寒いんだから。じゃあじゃあ待って、まず、私けど1年後、そうですね、やっぱちょっとやっぱ40も来て体がガタガタ来てるんで、うん、体を鍛えようかなと思ってます、うん、はい、まず、腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、ランニング10キロ、これを毎日やります。無理だろ無理だろこんなの本当にアスリートだよ。毎日やります。どれか1個でいいよ。そうすることによりですね、より、相手をワンパンで倒しますね。はい、相手をワンパンで倒します。ワンパンで倒すということは、ワンパンで倒すということは、強くなりすぎるあまり、感情を失います。感情を失う、感情を失っちゃうんですね。それはつまり、それはつまり、ただこれはちょっと、うん、この未来がちょっと厳しいかと思うので、うん、とりあえずおでこに絆創膏貼ります。おでこに絆創膏貼ります。見つめが通るじゃん、そうなっちゃうと、貼ることによって、うん、これを剥がされる と、表現します。表現するんですね。ちょっとこれもやっぱり良くない、うん、良くない、未来的にね、良くないので、うん、1回背中から腕を2本出します。2本出します。出します、うん、出して、気功法っていう技を出します。技を出す、まあ、でもちょっと技は、うん、ちょっと気候法って私知ってます結構全体的になってるんで、はい、これちょっと
みんなに被害、危険、危険ということで、私は紀元山という技を覚えます。紀元山ね。紀元山技を覚えたことにより、金髪の人造人間の女性と結婚します。はい、ようやく結婚だ。そうすることにより、地球人最強になります。以上です。激動の一年ですね。全部ハゲキャラが。これね、ワンパンマンで行くのかと思いきや。思いきや。いや。ワンパンマンで行くの最後に突っ込もうと思ったけど、その都度突っ込むべきだったんですね。そうだね。僕らはね、その時にもう、ワンパンマンかよとこの一言良かったです。もうこのポンポンポンってクリリンかよとかね、そうそう、天津飯かよとかね、髪が通る。そう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 。でもまあこの最強になるとこのフリップ芸で R1 いけますよ。いけない。いけるか。見えたな。あ、見えないよ。五郎さんがワンパンマンで突っ込んでくれてますね。すいません、ありがとうございます。いろいろなアニメキャラのコスプレするのかなって言ってくれてますね。ワンパンマンでもね、実写化ね、関口さん。アラポンが画用紙の無駄遣いですという。そうですね、もうずっとこの意見をもらった瞬間にずっとこれだけはやるって決めてたんで、ちょっとピンネタを急にやられたんでびっくりしました。なんかね、なんかもう真面目にするのもおかしいかなと思って、もう最終回でちょけてやろうってこと、最強になるという、はい、うん、それ最後やっぱ最強になるっていう意味で、うん、落ち着きました、はい、ありがとうございます。いや、僕はこんなことがやりたかったんじゃない。違う、1年エモいことやろうって言ったんだ。エモい、ちょっとね、うん、エモいっていう言葉がちょっと私の中でちょっと鳥肌立っちゃって、うん、エモい、そんなにもいいですよってもう。けど結局はこういうあの最終回とかが、うん、その求められてやってる番組じゃないから、この番組は。なるほど。自分たちでお金払ってやってるから。もうそれはだからスマートぶっても無駄よ、その自己満足なんだから、これ、うんうん、やってること自体、うん、だから本当にやってきます。だから今まで、はい、さっきも言ったけど、ああ去年の目標が結構3月ぐらい達成されて、ああ、うん、そこからダラダラしちゃったというか、うん、はい、目標のない1年を過ごして、はい、で正直なんかこの映像監督としての目標もそんなになかったんだけど、はいはい、そのなんか食っていければいいなと思ってやってて、はいはいはい、でバイト辞めれてなんとか生活できるぐらいになってるし、うん、でなんかこの長編映画撮りたいとかいうのもそんなに ないまま過ごしてて、はい、うん、でもこのままでもいいのかなという、このままでいいのかなって思いもあって、はいはいはい、でそんな中でこういう機会をいただいて、はい、うん、自分このためにこう自分がどうしたいのかっていうのを本気で考えて、はいはい、そしたらようやく目標を見つけまして、いいですね。それ発表させていただきます。すごい長かったな、振りが、はい、振りが長いと。行きつけのカフェを見つける。なんだよそれ、はい、なんだそれ。この1年行きつけのカフェを見つけたいと思います。関係ねえじゃねえか。壮大な振り、北選手の板泊でいいよ。マスターいつも乗ってたら出てくるようなカフェを見つけたいと思います。よかった、ちょけといて。よかった、ちょけといて。ちょけといてくれて怒れてよかった。真面目にやれてたらもう困ってました、はい。で、これだけか。行きつけのカフェを見つけた。1年後、行きつけのカフェが見つかったかっていうの発表。もうそれこそ去年と一緒になるよ。そう、もう2月ぐらいにも達成して。達成して。ただ俺のことだから見つけられてない可能性ある。人見知りなんだから。まあそうか。俺美容師さんと話すの苦手だから3年間自分で髪切ってんだから。同じとこ行けないんだ。そう。いや、なんか撮りたい映画あんの？もう計画として長編撮るとか。映画はね、常に撮ってるからね。撮ってるじゃん。延べ岡でもう2本撮ってきましたからね。ああ、はい、そうなんです。今も編集中ですし。だけどやっぱ思うのは本当にお笑いでテレビ出たいね。やっぱり、うん、年末とかいっぱいこうテレビ番組見てたらやっぱこう。映像やっぱお笑いやりたいの。なんかこう映像の方が地道にこう進んでいくもんだけど、お笑いはやっぱ一発逆転があるというか、うん、はいはいはい、映像界の一発逆転なかなかないなっていう。そうなんだ。だから着実に上げていくしかないなっていう。 お笑いは F? F で、ま、F で、はい、もうあれ正式コンビ、正式コンビです。ああ、いいんだ、はい、おい、じゃあ今後は、事務所とかもったらまだ考えてない、うん、まあ、事務所とか 入りたいけども、うんうん、なんかとにかくこうテレビ、これならテレビ出れでやっても受けそうだなってパッケージ思えるものを作るっていう、うん、そうしないと事務所入ってもとりあえず入っても意味ないなっていう、まあ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 、確かに思ってますね。じゃあ行きつけのカフェを行きつけのカフェを見つけてネタと脚本書きますとこで、はい、いいですね、あれいいですね。じゃあポイントマン、はい、ピーマン、ピーマンじゃねえよ。ピーマンじゃねえよ。僕はですね、これですね、テレビ番組のレギュラーを持つ。お1年で100万ポイント貯める、うん、で月1回講演会、うん、で P1 グランプリ優勝と。P1 グランプリ、はい、炎上グランプリってことですか。炎上じゃないでしょうね、炎上じゃない、うん、P1
P1 なポイントポイ活のグランプリですね。あ、なんかそれ去年もなんかいやないです。これから作ります。多分あ作る、はい、あ作るんだね。多分パチンコの YouTube とかやってるよこのグランプリ。あ確かにパチンコとかやってる。そっちでもそっちでもいいってことね。いや違う違う違う。ポイ活ポイ活。そう。あいいです。4つも具体的なやつ4つも。そうですそうです。このレギュラー欲しいですね。テレビ番組レギュラー欲しいですよ。これはでかいですね。どんな5分とか3分でも何でもいいので、うん、なんかそういうポイ活節約系の。まあ見てるとあるんですよそういう番組が。でも地上波じゃなくてもいいわけでしょ。まあ地上波どういう、まあ地上波でもな毎週ポイ活を紹介しているような番組もある。あ毎週ポイ活ではないですけど、まあ、節約を紹介すると。あなるほどなるほど、うん、そうそうそう。あとまあその飯尾さんがやってるサイコロの番組あるじゃないですか、うん、であれでなんか何百円で買い物して節約料理をするみたいな、うん、でああいうみたいな感じのできたらいいなとは思うんですよ。なるほどね。1年で100万ポイント。そう 今のところ2年で100万ポイント貯めたんですよ。うん、だからそれ1年でペース上げていく。そうそうそう、1年で100万ポイント貯めて。じゃあ倍お金使わないといけないってことでしょ。いや別にお金使わなくてもポイ活はできますから。えだ例えばそのちょっとさっきお話したその、はい、モッピーっていうポイントサイトを経由すれば、うん、楽天証券作れば今1万4500ポイント貯まったりするから、うん、お金を使わなくてもいいじゃないですか。でもね、1% 還元とかで10億使えばもらえますから、ね、そうだね、10億なんかどこにあるんだよあ、持ってなかったっけ。ないよ10億、ほら軍資金がね、うん、ないよ、そんなで、あと、これ講演会は去年は3回行ったんですよ、うん、おー、今年はもうちょっとあの月1回ぐらいは行きたいなと思って。あー3回どこでやったんだっけ、講演会。名古屋とかです。名古屋と、うん、名古屋と東京。あおが公園で子供を集めてこうおしゃべりするのも入りますか。いや違う違う違うお菓子配りながら違う違う違うそういうんじゃないの。ちゃんと呼ばれてそうそうそう大人に向けての。もちろんもちろん。パワーポイントを使った講演会ですね。そうそう、パワーテレビ番組のレギュラーがなればの月1回の講演会は可能かもしれないね。なんかそのまあそう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 。俺は待ってんだよ、いろんな。あんた分回してんのよ。みんなのオーディション落ちてるんだ。本当に。こんなに近い人呼ばないかっていうぐらい、俺待ってんだから。いや、もう2、4、6決まっちゃってる。全然コネ作業してくれないね。2、4、6。いや、別にいいじゃん。後半だっていいよ、今年。いや、覚えてたな、じゃあ。いや、覚えてるだろ。なんで、毎回。あ田村さん言ってたなとか、なんないのそれ。ちょっと頭に浮かばないんだよな。そう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 。音をくらえば、キャスティングの時頭に浮かばないよね、田村君って。いやいやいや、毎回俺が言ってんだから、映画もそうだし、音をくらえば呼べよって。まあまあ覚えてる。いや、違う違う。覚えてるはずなんだよ、俺がこんだけ毎月言ってたんだから。俺が忘れっぽいからな。いや、毎回言ってんだから、覚えててくれよ。まあまあ、覚えてたな。いや、違う。もうそんな、あれ、偶数月だっけ。偶数月。じゃあ246でしょ。奇跡には思い出すんだけどね。違う違う違う。奇跡には思い出すけど。そうそう。今月だから覚えてた。今月は。うん。いや8月空いてんだろ。8、10。8月、まあ6月ぐらいに誰か決まっちゃうかもしれない。いやいや、急。いや、そん時に、あ、田村さん言ってたな。キャスティングしようって。渋ってるな。渋ってるな。まあまあ。どこで落ちてんだ、俺は。どこの段階で落ちてんのか分かんないけど、こう、そう。まあまあ、それは考えておきますよ。考えとくんじゃなくて、もう予約してくれよ。けど今のくだりもしつこいしな。違う違う違う。そうね。トークライブ読んだとき不安だな。やっぱしつこいのが来る可能性あるもんな。そうだよ。うん、じゃあ、あの、7月に、あの、そこら辺でやりますか。いやいや、だから、なんで、その時に来てくださいよ。違う違う、せめて中でやらせてくれよ。暑いし、7月だったら猛暑だし。あの、路上ライブやりますか。いや、路上ライブしたくないよ、俺。来てくださいよ。どっか箱借りてやってくれよ。あ、五郎さん、あれが本当に毎日鍛錬するのかなっていうのが来てますね。これ本当にやってほしいですよね。ああ全部無理だけど、ね、1個やれば、うん、健康体、腕立て100回とか10キロ走るとか、うん、これでもなんか実際やった人がいるみたいなんですよね。うん、だからできてはいるみたいなんですよね。だからこれ誰の話してんの。本当にやることしてんの。本当にやること誰の話してんの。できる人はいるかもしれないけど、それはいるよ。関ちゃんが本当にやることしてんの。アスリートとかやってこれ本当にあのワンパンマンのワンシーンなんですよね。ああ、その埼玉が強すぎて、先生どうしたらあなたみたいに強くなれるんですかって言ったら、すごい神妙な面持ちでこれを言ったんですよ。あ、そしたらあの言った人がブチ切れる。それは当たり前なんですよっていう。あ、そういうのはいいんで、本当にやることを。そうそう、本当にやることを。どれか健康のために。回数減らしてもいいんだよ。そう、回数減らしてもいいんだよ。腕立て100回。あ、じゃあこれやる。毎日やる。何を何か毎日これやる。いや、確かにコロナ禍のどれかなんでしょ。いやいや、じゃあこれを毎日やる。毎日やる。これでいいじゃないですか。ダメです。まあまあまあ。全部1回ずつでもいいです。
全部1回ずつ全部一緒。なんだったらここでできちゃう。ここでは毎日全部1回ずつやってくれればいい。全部1回ずつ、はい、あでも確かにね、うん、ランニングも1メートルでいいですよ。1メートルで動画上げてください。1メートルの動画を、うん、1メートル走った動画を TikTok にも上がんないよそれ。スクワット1回それで変化します。しないよ。でもそれバズるかもしれないけど、毎日意味ないことをやって動画上げてる人いたら。いやでもね、これね、武井壮さんも言ってた、うん、1回でもいいからやれって、うん、で腕立て1回、上体起こし1回、スクワット1回、ランニング1メートルを毎日やって動画を TikTok で10秒ぐらいの動画にして毎日上げてめちゃくちゃ面白いじゃん。じゃあそれにやりましょう。そうですね、まあまあまあ確かに変わるかもしれない。ちょっと ちょっと変わったらめっちゃウケるよ。めっちゃウケるな。うん、まあそうね、まあまあまあ、まあ、その一回はちょっと、まあ、なんで一回に絞ってんの。やれよ。はい、二回やんなよ絶対。厳しい。あ、港区母子さんがですね、はい、井上ポイントさん見に来ました。ありがとうございます。ちょっとけど港区さんちょっといじってますね。やっぱ炎上もねいじってますね。いやそうじゃないですよ。もしかしたら本人かもしれない。じゃあこの方は、ね、炎上の動画もした。X の方でもあの関わりある方です。擁護派の方ですか。擁護派の方。一応擁護してくれてるから、ね。はいはい、電気代の節約術聞きたいですっていうことですけども。電気代の節約術。はい、あ電気代。ただ電ですか。ただ電は解約したんですよ。あらやっぱりな。これが。やっぱりな。なんか今月も安く済みましたみたいな言ったけど。そう。だから先月12月は2000円ぐらいで収まったんですよ。うん、ルールが変わっちゃったんですか、なんか。そう、1月15日から、うん、今まで6500円までは無料。うん、100キロワットまでは無料だったんですよ。うん、それが、5000円まで無料に変わったんですよ。あで、しかも1キロワットあたり60円だったのに、うん、それが65円だったのが70円に変わったんですよ。うん、この変わっちゃったんだ。超えるとってことね。そう、はいはい、だから、だいぶ解約ですね。そう、71キロワットまでしか無料にならないんですよ、うん、で、超えた分は、1キロワットで70円プラス、うん、基本料として280円かかる。基本料そう、今までかかってないのに、うん、ただ電気じゃないじゃん、全く。そうだから、もうそれ計算したらもう明らかにも高くなるから、もう今日、変えてきました。違う電気。いや、だから、俺ら先読み当たってたね。いやだってね、めちゃくちゃ反対してたから、うん、それに関して。でも先月、あ、去年の6月からデモが高かった。デモ、でも井上公造さんの方ですか。違うデモが高かったのなんで裏返ったの。違う、でも去年の6月からはもうだいぶ安くずっと使わせてもらってたから、うん、だいぶお得になりましたよ、うん、だから全然悪くはなかった。でその面倒くさって買えない人を狙った商売の可能性ありますね。まあ、解約してね。そうね、そうね、そうね、うん、ちゃんと変えたら大丈夫だったんですね。うん、だからそう、うん、僕でも今月今日本当に変えたから、うん、でも今月はもう多分タラ電で使わないといけないから、うん、まあしょうがないんですけど。なるほど。であと、まあ、電気代の節約って言ったら、僕はもう家の電気を全部 LED にしてます。うん、ランニングコストが違います。そう、 LED にしたらもう全然違いますから。これ、まあ、もしかしたらもうされてるかもしれないけど、電気なかなか切れないしね、 LED は。そう、電源もあるし。そう、僕10年以上前に買ったあのシーリングライト、うん、あれも一回も変えてないです。うん、だからそれは一個の節約になりますね。パソコンはね、ノートパソコンの方がだいぶね電気代も少ないし。あ、そうなの。そうです、長持ちするように。そう、デスクトップより。そうなんだ。ノートパソコンは長持ちするように電気代が節約されてますんで。知らなかった。そうなんだ。素晴らしい。LED になるほど嬉しいです。今度すき焼き食べに行きます。あ、すき焼きね。あ、すき焼き募集してたね。そうそうそう。あ、じゃあ、誰か来たのあれ。誰か、近所の人結局呼びました。はい、行こうかと迷ったけど、いや来てくれたらよかったのに。すぐ決まると思って、うん、いや来てくれたらよかった。そう、すき焼き、あの日弟夫婦を呼んで、うん、すき焼きやるって、もう結構材料も買ってて、うん、でそしたら来る途中に義理の妹の方が体調崩しちゃって、うん、もうなんか病院にも行っちゃって、うん、だからもう中止になったから、うん、けど材料だけはあるから、うん、でそれでその募集かけたんですよ。また募集あるかもしれないですね。じゃあ、いや、多分そんな頻繁に倒れたりしないから。あのツイッター通知出るようにしてきます。すき焼きは通知出るようにしてないんかい。じゃなくて、つぶやくたびに、つぶやくたびに通知が来るから。あ、そういうことね。あ、でもすき焼きは牛か。ちゃんと牛か。牛だろうよ、すき焼きは。まだこの話またぶり返すの。いや、いいです。私の言わせてください。もう時間ない。あららら、あらあらら、初めて自分から。田村さんの意気言語。はい、わかりました。これも真面目です。ちょっと2025年、はい、3つ、山の仕事が欲しい。仕事をやりたい。登山の話したじゃないですか。結構大川ちゃんをぶっ倒すんですね。ぶっ倒す。いや、でも何でもいいんです。雑誌でも、うんうん、キャンプはさ、もういるじゃん。
ステテコさんもちょっとやってるよね。そう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 、キャンプとか多いけど、うん、いや登山ってそんなにあんまり芸人のイメージ少なくない、そのキャンプの、まあ、仲良しの登山芸人仲間で食い合うわけですね。食い合うのかどうかが、河本さんとかを倒しての、でも太はあのキャンプだから、うん、登山というかそういう仕事で、あと占いの仕事、やっぱり今日まだ諦めてなかったんだ。諦めてないこの詐欺師詐欺師じゃないんだよ占いの仕事で、去年はあのアベバも出ましたから、ね、アベバちょっと僕らの知らないトリーニングサービス、カンペイさんカンペイさんのジャンアベバ TV も出させてもらって、うん、雑誌とかもやらせてもらったんで、うん、それなでテレビ上ちょっとこれリアル ラビット出演、えじゃあ、うん、ラビット以外は断るってこと？断らない断らない頭おかしいだろそれこれだけ出るためにやってるわけじゃないけど、ラビット出演、うん、これはちょっといけそうな手回しもありつつ、2025年って何ですか？まあ、いや1年後ってこと？1年後の間に2024の間違うの間、2025年初頭までに、うん、までにってことね、まあねうん、そうそうそう、このラビット出演、あなたさ、そのラビットさんさ手回ししてるっていうさ、それもう2年前ぐらいから私聞いてるんですよ、うん、2年前から言ってて、出せ出せって1回も実現しないって、うん、もう、うん、その手回しも終わってますよ。いやいやいや、だからみんなのオーディション落ちてますここでも落ちてんのかな、多分あれがリアルなんじゃない、うん、多分あの会議室とかで、うん、もう、まあ、もうねっていうのが多分あれが多分リアルなんだと思う、うん、それはあなたも言われてますよなんか冷静に言ってますけどアモンじゃないふうに言ってますけどアモンですよあなたこれこの3つ、この3つ、ね、3つ、うん、山の仕事、まあ、どれでもいいですけど、それは3つ叶えたい。ああいいですね、具体的いいじゃないですか、ここちょすごい具体的だけどね、どういう努力をしていくんですかこれに向けて。いやこれはもう周りの芸人出してくれって頭下げるっていういや全然努力じゃないよ、これはダメだな、いや違う違う本当に選挙と一緒なんだよ、ネタとかロビー活動をね、ロビー活動、うん、ネタを頑張るとかじゃないんです、あのロビー活動を頑張るという、もうネタは仕上がってんだ、仕上がってるいやもうそんなことないと思うけどな、ネタは世に出るだけ、金の掴みで微妙だったけどな、世に出るだけ、世に出るだけ、仕上がって大物に見つかるだけ、見つかるだけ、もうそれだけ、他力本願、全部他力本願、これだからそのためにだから関根さんとかに見つかった方がいいんじゃないですか、そうだね、うん、そうだね、ステップを踏んでいくためには、そうそう、ウドさんなり関根さんなり伊代さんなり、うん、そうよ、そこが一番いいかもね、だからこれも ロビ活動だな、うん、頭下げて、まず浅い企画内で全員押されるっていう、そうだ、うん、それが一番かも、今んところ全く押されてないからな、ね、そう、あ、まあ、この3つは叶えていこうかなと思います、山の仕事のためにや山アピールも増えていく、これからそうですね、山のアピール、うん、何かあれば、なんか山のアピールなんか知ってます？ちょっと今なんかこう喋ってみたらいいんじゃないですか、山について。ああ、確かに確かに。ああ、それで疲れてる人がやってます。この時期におすすめの山、うん。この時期、初心者この時期。この時期、低山一番いいです。あ、低い山ね。低い山で。今井上さん助かったよ、その。低山って言ってくれて。低山って何だろう。低山って言った時点でもダメ。僕が使うのは井上くんの方ですよ。で、あとトイレとか売店がちゃんとあるところはいいんだけど、うん、だから高尾山とかみんな行ったことあるじゃん、うんうん、そこら辺はすごくあれだけど、うん、俺結構おすすめ大山、神奈川の、うん、信用大山信用、ドラえもんの方、ドラえもんの方、ね、サンボット3のね、あの主役もやってるけどね、いいえ、だって今ドラえもん風に喋ってこれ、違う違う違う、どんな山が好きなの、ドラえもん、大山ここね、途中までロープウェイで行けるんだよ、いいじゃないですか面白かった、面白くねえよ、日ごと来そうだね、そうね、ドラえもんの仕事来るよドラえもんの仕事こんなんで来るか大山って、神奈川の大山、途中までロープウェイで登れて、そっから登れる山があって、結構山感もあって、うん、道とかも迷わない、うん、普通に登れて、上の見晴らし、頂上の見晴らしもめっちゃ良くて、うん、まあ 2,3 時間あればロープウェイから行けます、うん、これはすごいおすすめです。五郎さんがパワースポット詳しい占い師なんか需要ありそうって言ってますね。ありがとうございます。だから山の上で占いするとかね、一番上で占いするなんでだよ、うん、突然登山客を占うとかそういう、あ、そういう配信やったらいいじゃん、そういうのでもいい、ただの迷惑だな、違うなんで迷惑なんだよ、だからそう、大山の母みたいになるせめて父にしろ、高尾さんの母みたいな常に大山にいる、さあ残り2分ですよこの放送も、はいはい、もう早いよ、いいや、終わっちゃいますよ、7年半が終わりますよ、7年半、稲田くん見てる、コメントくれてもよかったんじゃないか、稲田くん、たまにね、あの津中セルジュニアがね、たまにね、セルジュニア、そうヘビーリスナーが、ね、そうだそうだ、そういや終わっちゃうよ、いやでも7年後どうなってるかね、我々ももう7年経ったってこと、そうそう、だって最
初このだから議題出す時も10年後って言おうかと思ったんだけど、10年後考えるのが怖すぎて1年にしといた。考えられないよ10年後。そうだから7年経って、まあみんな、ま、1年10年後50歳だから超怖いよ。うわ50歳怖っ。おじさんです、うん、でも7年でまあいろいろ変わってたじゃないですか、うん、もう本当に、まあ、だからずっと一緒ってことはなかった、はい、この7年でまたいいか悪いか置いといて変わるんですよ絶対、うん、ああ、いやだからね前向きに生きていこう。おお、なんで誰も落ち込んでないよ。なんか時間が止まったけどさ、滑り終わりで大丈夫か。別に笑いを求めたわけじゃなくて、うん、いいこと言ったっていう。だからさ、やっぱこの衣装もさ、あのラルクのステイアウェイに憧れて始めてるから。そんなことはない。最後の30秒みんなでさ、ステイアウェイ歌おう。いやいやいや、もう時間ないよ。時間ないんだけど、本当にありがとうございました。7年半。本当ですね。半ですね。ちゃんとアラポンも。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてた。ありがとうございました。すいません。7年ね、いろいろお世話になりました。抜け出した第一で、手に入れたのは自由。あんましないんだ、その歌。メビラッキー、アイドセイララッキー。こうやってね、こうやってずっとやってんね、どうぞ。いやいや、ありがとうございましたということで。はい。まあもしかしたらまたどっかでね、別の形で、会えるかもしれません。五郎さん、港さん、ありがとう。みんな、ありがとうございました。